はい、皆さんこんにちは、村長スタジオです。今日はシンセサイラー V 歌声合成、もしくは他の歌声合成やボーカロイド、これにでも言えることなんですけれども、最近はとても AI 技術が進んで人間っぽく歌えるようになってきたりしました。調整という作業もあまり高度にやらなくっても自然な歌い方をしてくれるようになりました。皆さんもとても上手に使われている方も多くなっています。僕も約2年前ぐらいにシンセサイラー V のスタジオバージョンが発売になるとき、その日に購入しまして、そして真っ先に今画面に映っている解説動画を出したわけです。おかげさまでもうそろそろ2万アクセスぐらいになっていまして、その後も数本のシンセサイラー V の動画を出していますが、どれもたくさんの人に可愛がっていただきまして、とっても感謝しております。ということで、皆さんも僕以上に上手に歌わせている方が多くなってきましたが、シンセサイラー V の歌声その部分はいいとしまして、いわゆる通常のボーカルレコーディングと同じようにですね、その後処理があまりですね力を入れていない方も多いような気がするんですね。もともとはボーカリストと同じであるレベルで歌声が出来上がるわけですけれども、そこからが本当は重要な部分なんです。そこらを今日はエンジニアとして約10年以上やってきましたハウトゥーを皆さんにお伝えしたいと思います。村長ミュージックスタジオ、まずは今の最初の状態を一番だけ聞いてください。これは今僕がオリジナルを作っている最中のものです。はい、こんな感じなんですけれども、ちょっと今ボーカルが少し埋まってるというか、そういう感じがしていますよね。でもここでボリュームを上げるということになるとですね、今僕もちょっとメーターをチェックしてたんですけれども、これでマックスがマイナス4デシベルぐらい、そこぐらいまで上がってるのでですね、マスタリングのこととかを考えたら、もうこのぐらいのバランスじゃないと、単にボーカルばっかりをですねボリュームとして上げるとですね、ちょっとクリッピングしたりという心配も出てきます。ここでエフェクターをどのように使っていくかということになります。まず重要なのは、まあ EQ とか、そしてコンプレッサーとか、そういうチャンネルストリップですね。僕の場合はアメックのBX コンソール9099というのを今は入れています。ここで低音フィルターをかけてまして、ざっくりですけれども 100Hz ぐらい、そこらまでローをカットしています。そして
このゲートセクションは何もやっていません。で、次がコンプレッサーです。コンプレッサーがあるかないか、そこでの差を聞いてみてください。コンプをかけるのとかけないのっていうことですね。バイパスします。春の色染まるのいつまでも変わらないように。かなり聞きやすくなったと思うんですね。細かい説明はちょっと置いときましてですね、ここでスレッショルドを約マイナス6ぐらいに設定をしまして、ここでメイクアップ、ゲインを上げて、そしてコンプレッサーがかかるようにしています。ゲインを上げない状態だとどうなるかというと、何もかもが忘れていた。はい、ちょっと上げていきます。はい、この状態で約レシオは5対1ぐらいですね。そして今はアタックタイム、それがだいたい10ミリセックぐらいです。そしてリリースは 0.5 ミリぐらいにしていますけれども、初心者の方はもしコンプにオートがあるんであればオートリリースをかけるというのもいいでしょう。ちょっともう一度聞いてもらいます。2つの夢を見てた。夜が雪に溶けてゆく。まあ、このようになっていまして、そしてイコライダーを調整しています。ちょっとイコライダーを元に戻していきます。聞いててください。はい、あえて今イコライダーをほぼ切ってしまいました。イコライダーで調整するという方法もありますが、また次のエフェクターもご紹介します。まずイコライダーでやるときはですね、僕の場合はハイの部分を作っていきます。そして自分の好みに合わせます。そして、まあ、声というのはボディでですね、ローミッドぐらいのところにあるんですが、だいたい300から500、600、その辺のところで一番効果が出やすいところをちょっとついています。バイパスします。入れます。だいぶに声が明瞭になってきたと思うんですね。そして僕の場合はディエッサーを入れます。ディエッサーというのは、いわゆるサシスセソなどの耳につく音をカットする、そういうエフェクターですね。ちょっと見ててください。二つの夢を見てた。夜が雪に溶けてゆく。春の色染
入ソフトは大抵ですね、実際どんなに音を削っているか、削っている音だけを聞くことができます。いつまでも そこらで周波数もしくはそのリダクションレンジ、ここらを調整して耳障りな音をとっています。このようにディエッサーという処理をします。人間の声と一緒ですね。そして人間の声以上に歌声合成ソフトの声というのは耳につく音が残りやすい、いわゆる肺がしっかりしすぎている部分もあるんですね。でも今の状態では声が寂しいという感じがします。いわゆる曇ってると言ったらいいんでしょうかね。それを解消するために僕はノベルテックという会社のボーカルエンハンサーというのを使っています。これで自分の思い通りにボーカルをキラッとさせることができます。ちょっと聞いてみてください。まずはバイパスから。二つの夢入れます。はい、このソフトはですね、1キロから20キロ、まあ人間の過調周波数ですけれども、1キロから上だけエンハンストしてるわけですね。この幅がその部分のところです。もっと高いところまでやりたかったらこうやったりします。この小さな三角は何かと言いましたら、これは横とのクロスオーバーをより自然にしたりします。上にやると自然になります。このようにしてかけるんですが、これでかなりですね、声がしっかり前に出てきたと思います。一回全部インサート切ります。入れます。2番はハーモニーを入れます。ダブリング入れます。
8声にします。にします。エンディングとかはまだ手をつけていないんですけれども、こんな感じにやってみました。ボーカルにとっても芯ができて、ちょっとキラッとした感じに仕上がったと思います。シンセサイダー V で作り込みするところまでは全く一緒なわけですけれども、アフター処理、これでですね、生きるも死ぬもが変わってしまうということは十分皆さんにも伝わったのではないでしょうか。ですから歌声合成で頑張って調整をしていい歌ができたらですね、次はボーカルエフェクトということも研究されたらいいのではないでしょうか。今日はそんなお話をまとめさせていただきました。村長スタジオでした。